皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、待ってました待ってました。はい、はい、ランクル 300GR。 はい、ただもう最初に言っておきます。はい、今回はタイヤホイールだけなんですよね。そうです。はい、はい、もうだからもちろんそのタイヤホイール変えて、はい、どんだけ印象が変わるかとか、そう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 、どんだけかっこよくなったかっていうのを見てもらうのも大事なんですけど、うん、もう車がまあとにかくまだ全然納車されないじゃないですか。そうでもランクルって言ったら、うん、もうその車の中では結構そのカスタマイズのマストというかも、うん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 、結構ねうちもだから昔ほら ART で社長の一声で日本車やろうぜみたいなありましたね。200もゲレンデに次ぐキラーコンテンツだと思ってるんですよ。そうね、はい、そうね。結構興味ある方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、僕もあんまり 1回だけかなボンドプラスに入っててちょっとその電装触ったのをちょっと見させてもらったりとかしたんですけど、うんうんうん、詳しくは見てないんで、はい、ちょっと車を一緒に見るっていうのと、そうね、あとはやっぱりこの可能性をいろいろ秘めてる車ですから、はい、ちょっとカスタマイズどんなのができそうなのか、うん、どんなことしたらかっこよさそうなのかっていうのも、うん、ちょっと今回含めて、はいはい、2人でやり取りしていきたいと思います。はい、でまずちょっとカスタマイズの前に、はい、GR っていうのが僕全然分からなかったんですよ。あ、はいはい、でそもそもランクルって割と身近な車じゃないですか。はい、実際僕の親もランクル70、あ、なんか言ってたね、はい、うん、60か、うん、60所有してるんですよ。うん、で、まあ、先輩とか知り合いでも、まあ、100とか200とか、はい、乗ってたり、はい、持ってたりっていう方も多いんですけど、うん、そんなにこう改めて掘り下げて調べたことなかったんですよ。うんうん、だすごいんすね。なんかもう規模もそうだし、うん、車の性能もそうだし、はい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 、なんかもうトヨタが作ってる結構どこでも行けちゃう SUV でしょって思ってたら、うんうん、もう全然そういう感じじゃなくって、うん、本気だよね。本気なんですよ、うん、ちょっと本当にトヨタ侮らないでねって感じなんですよ、うん、そうで今ちょっとそのいろいろホームページとか、まあ、市場とかいろいろあるんで調べたら、うん、なんか世界的なもうマーケットで一番 の, そのマーケットって中東、はいはい、ランクルのね、はい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 、あとはヨーロッパとかロシアとか、うんうん、あの辺を含めて、で日本ってマーケット1割しかないらしいですよ。少な、はい、これでこの市民権ってやばくないですか。あ、そうするともういろんな乗り方もそうだしスタイルもそうだし、ましてはその北欧の寒い方とか中東の暑い方とか、はいはいはい、基本的に仕様変更だけで対応してるってやばくないですか。すごいね、はい、うん、で、まあ、そんないろいろ紹介してるんですけど、はい、今なんせ車来ないということで、そうそうです。だからうちのお客様でもオーダーはしてるけどいつ来るか分かんないみたいなね、輸入車持っててランクルも買ったよみたいな人はたくさんいると思うんで、はい、でトヨタのホームページにも今なんと4年以上かかりますよっていう、はい、お詫びみたいなってことでちょっと長い目で見ないと、はい、まあ、乗ったりカスタマイズしたりっていうのはちょっと難しいかな、はい、ただ注目度半端ないらしいですよ。半端ないですね、半端ない、乗ってる方の一部の声では、うん、なんかスーパーカーより目立つっていう、サービスエリアとか寄るともう囲まれちゃったりとか腹かけられちゃったりとか、そんな感じらしいですね。そうね、でそんな注目のランクル300がさらに GR ってことで、はい、で GR っていうとなんかちょっとこう外装スポーティーにして、うん、はい、なんかちょっとドレスアップ要素もありの、うん、ちょっとスポーツ要素も高めの、うん、でもランクルとなんかちょっとちぐはぐな感じ。そうだよね、なんか GR スポーツってなんかこうサーキット行くイメージね。そしたらそうじゃないんですね、うんうん、GR ってもうラリーの、はい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 、言ったらそっちのモータースポーツのものがもう直でこう投入されてるっていう、はいはい、でその車 の, そのカスタマイズの部分もそうだし、その製造の部分からもうダガールラリーのノウハウがもう注入されて、参戦ドライバーからの改善要望とかも入ってるらしいですよ。言ったらこの四駆のビジュアルなんだけど、GR ヤリスとか GR86 とかスープラとか、ああいうもうテイストで仕上げられてるっていう。なるほど。でラインナップいろいろあって、一番上のが一番いいんでしょって言って結構その GR 選ばれる方もやっぱりいらっしゃるらしいんですよ。ただもうそっちに振っちゃってる車なんで、実際そのオンロードとか街乗りでそれが発揮できたり進化がこう発揮できたりするかっていうと、普通に乗るんだったら ZX の方が全然いいっていうふうに書いてある。逆にマイナスになっちゃうパターン、ね、書いてあるのがやっぱり多かったです、はい、ただそんな中でもビジュアルが結構違うんですよね。これやっぱこれ結構インパクトが、これでだからそのオフロード全性能全然求めなくてもこれを選ぶって方がやっぱり多いみたいです。わかる、はい、うん、僕もわかります。すごいわかる、はい、ちょっとなんかクラシックな感じと可愛い感じ、うん、
なんだったらちょっとレンジ の古いのとか、うん、はい、あっちにもなんか通じるキュートさがあるなと思って、そう、ね、うん、そう、なんかこれがもうすごくこうグリル周りがまず全然違うんですよ。違います、はいはい、そしてあとこの横長の細いヘッドライトが、うん、要は昔のランクルにも結構通じるデザインだっていう、あ、まあ、確かにドーンっていう、どちらかというとこう縦長横長みたいなこうでかいヘッドライトだったもんね今まで。そうなんですよ。でもっと遡っていくと60とかがこう横長のヘッドライトだったりするじゃないですか、はいはいはい、あそこをなんかちょっと彷彿させるのが結構感じる方が多いじゃないですか。 あとはバンパーも GR なんて専用のものなんですけど、はい、あの普通足すじゃないですか、うん、上級グレードだと、はい、エアロバンパーになります、はい、なんかついてきます、はい、逆らしいですよね、引いたね、はい、引き算らしいですよそぎ落とすっていう、はいはいはい、で標準のその標準というか一番上の ZX よりかも小ぶりのバンパーになってて、うん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 、要はそのアプローチアングルと、はい、取れるようになってるっていう、素晴らしいです、ね、これトヨタがこれやるってやばくないですか。本気だよね。本気っすよね。本当に侮らないでねって感じですよね、はい、だから前回りでちょっとその欲しくなっちゃうっていうのも僕すごくわかりました。わかるよね、はい、で今回オーナーさんがそのちょっとそのお風呂性能を求めて買ったのか、うん、ビジュアルで買ったのか多分求めないと思いますでもすごくわかります。はい、はい、で一応その辺の関係もあってなんかほとんどがガソリンらしいですね、うん、あ半分以上がガソリンの、はい、日本のシェア、日本のシェアでいうと、はいはいはい、で世界的なシェアでもガソリンの方がいいですね。あ、世界でもらしいです。僕が見た資料ですよ。ただ車のキャラクター的にはやっぱりディーゼルの方がちょっと燃費だったりトルクだったりとか、うんうん、いやなんか発揮できるっていうか、俺が個人的に選ぶとしてもなんかディーゼル選んでしまいそうな、だ結構ワイルドなそのディーゼルサウンドするんで、確かに、うん、オンロードでやっぱり使うっていう方が多いんで、うんうん、まあ、ガソリンの需要の方がちょっと多めだっていうのは書いてある、うん、あとこのボンネットですよね。はい、これあのこれね、ちょっとこれ車の下見っていうか動画も言ってましたけど、ね、まさかっていう、まさか、これはなんか200の後期からこういう形のボンネットを採用してるってことで、でその乗員保護、乗員保護じゃないや、あ、ぶつかった時にね、歩行者保護とあとその視認性確保でこことここを下げてあるっていう、はいはい、だ僕乗ったことはないんですけど、今さん動かしたらなんか結構見づらい、ちょっとなんかこう右ハンドルなのに、なんかどこに、どこが真ん中みたいな、ボンネットが感覚的にね、あ、そう、ちょっとこの辺は機会があったらもうぜひ乗ってみたいかなと。あとこれ前回りで、はい、やっぱりカスタマイズって言ったら前回り結構重要じゃないですか。そうね、どんなことができそう。いや、なんかその分かんないけどあるかないか、まあ多分これから多分いろいろアフターマーケットの部品ってたくさん増えてくると思うんですけども、車種的にで結局僕らみたいなこう、まあ、メーカーさんもそうだし、まあ僕らショップもそうだし、その原車がないと採寸できないから部品が作れないで、原車がないっていう状態なんで、多分今全然出てないと思うんですけど、そうですね、まあ、そのそれこそブルバー、ブラッシュガードとかあったら絶対かっこいいよね。ちょっとこのクラシックなフェイスに感じで、まあもちろんその こういうのでもいいし、ここだけのやつでもいいと思うし、確かに、でなんかそういうガードつけて、でガードにヘラのランプなんかつけたらちょっとかわいいかなっていう、ちょっとクラシックさもアップしつつ、うんうん、あと結構ペイントカスタム通用するかなと思ったんですよ。そうね、これもそうだしこれもそうだし、うん、結構色をいろんな感じで使ってるじゃないですか、うん、で特にそのここが本当にボディ同色とかだったらよりこのライトのちっちゃさクラシックさって出るかなって思ったんですよ、はいはいはい、でもこのライトの中のメッキがこれ僕ら泣かせだよね。あ、これもうどうしようもないよね。なるほど、今後に期待。そうだからここのラインからの、はい、多分このメッキのラインだから、じゃあ今後のなんかブラックデザインパッケージみたいなそうそうそう、だそういうヘッドライトが出てくれば、なるほど、まあなんか純正で出そうだけどね。あ、出そうですね。あ、まあそんなのもいろいろできるかなと。だいぶちょっとあの可能性を秘めてるなっていうのは前回りだけもだいぶ感じました、はい、あとは樹脂パーツが多いんでこの辺も、うん、まあ、割とやりようあるのかな。そうね、ただまあ塗るのは、うんうん、僕的にはその GR のキャラクターを殺しちゃうかなと思うんだよね、うんうん、まあもちろんそれもそれで一つの方法だと思うんだけど、なんかこの素地感は僕にとってはすごく重要かな。オフっぽさをいくんであれば、そう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 、こんな感じの前まで、はい、そして横カスタマイズ紹介と一緒に進めていきましょうか、はい、やってまいりました。やってまいりました。もうこれは立て続けに463463A とご紹介させていただいたんで、はい、もう説明不要だと思うんですけど、はい、
正直に言っていいですか、はい、一番フィットしてると思う。一番フィットしてるよね、はい、ゲレンデも、うん、全然似合ってないとかそういうわけじゃないですよ、うんうん、はい、なんかこのマッチングの良さ、そう、うわやばい、かっこいいと思って。だから預かった時に、はい、もちろんこれ新車で、ド新車ノーマル、ドノーマルの状態でお預かりして、でまあ実際初めて現車を見て、で GR っていう形でその純正で18インチじゃない、でタイヤもまあまあ厚いの履いてるけど、なんかこう、はい、わかりますよ、わかります、ちょっとこうか細い感じが、もうこのタイヤホイールで一気にめっちゃワイルドなんですよ。一気にマッチョに、車ごつく見えるし、でかく見えるし、でかく見えるし。これ外形自体は上げてあるんですか？外形自体上げました。上げたんですか？はい。で全然支障はないんですか？今現時点でこのサイズ、このマッチングだったら何やっても当たらない。なるほど。ハンドル切って前出ても後ろ出ても、当たりません。でもそんなデータってないわけじゃないですか。そうだからね、本当大変な、一か八かで、じゃあオーナーさんと相談して、いやもう本当にドキドキ、行ってみます。そう、だから まさにそう。だからもうこのお客さんは今回僕ら初めて、僕らのご利用をいただいて全くお会いしたことがない状態で、で直接僕にメールをいただいて、でどうしようっていうレベルだったの。でもう GR って聞いた段階でもうこれしかないなって僕の中で思ったから、ちょっと加工した写真をね、ペッて送ったの、はいはい、そしたらもうまんまこれが出来上がった感じ、その加工と今現車とっていうのが。でも出来上がったらもうそのバッチリでしたねって話ですけど、初めましてから未知のものをって結構な、はい、欠席があるもんだったら、いや間違いない、大丈夫ですね、正面、そう、話できるんですけど、自信を持ってね。だ今回もホイールはとりあえずオーダーしたの先に、はい、でタイヤは、まあ、多分いろんな事例が車が納車されるまでに出てくると思うんで、ちょっとタイヤ待ちましょうと、でホイールだけオーダーして、でそろそろ納車されるだなんだって話になった時に、じゃあタイヤどうしましょうって話した時に、まあ一応この3択ぐらいしたの。これ間違いない安牌のサイズで、ちょっと攻めたサイズで、一番かっこよくて一番攻めてるサイズどうしましょうかって言ったら、一番かっこよくて一番攻めてるやってみましょうっていう話になって、この完成したわけです。はい、これタイヤのサイズは内緒ですか？タイヤサイズ別にいいです。公開しちゃっていいですか？はい、はい、295-5520、はい、これどこのタイヤですか？これはクーパーっていうアメリカのタイヤの、ディスカバー STT プロっていうモデルで、このディスカバー STT プロっていうのが、ちょっと昔だと、はい、僕らオートサロンに前型の G350D で、はい、GFG と ORC の部品しこたまつけて、はい、でビードロックの本ちゃんのホイール履いてオートサロン出したやつ。あ、なるほど。あれが、はい、ディスカバー STT プロなんだけど、へで僕自身がドイツの GFG と ORC に行かせてもらった時に、彼らって結構本気で山走るの、はい、でその車に履かれたんだよ、へ STT プロが、はい、だからやっぱそのちゃんとしたタイヤ、ちゃんとそういうところに行っても性能を発揮できますかといって、そのブロックでかいけどロードノイズもそんなに大きくないですっていう本気のちゃんとしたタイヤを使ってます。今回言ったらこれオールテレン的な。オールテレンです、はい、はい、結構ブロックでかいし、ブロックとブロックの間も結構でかいしね。そう、でかい。ちょっとロードノイズなんか気になるんですけど、うん、ビジュアルも120点です。ですよね、はい、はい、結構ここまでいくとタイヤのそのデザイン、うん、このサイドウォールのデザイン、はい、ブロックのこの大きさ、うん、この重要でしょ、重要でしょ、めっちゃ重要だと思ってなんせ外見がちょっとその可愛さクラシックさ感じるんで、うん、このごついタイホールめっちゃいいなと思った。そう、これねもうやっぱかっこいいよね、このサイズ。そしてホイールちょっと戻りますけど、はい、ロッケ付いてるんですね。ロッケ付です。これがオーダーメイドのいいところですよね。そうです。だ今回そのまあもちろんスチールメイド USA 本国的にもランクル300のデータなんかもちろん持ってないし、作ったこともないんで、こちらからデータを送って、でロッケツで、まあ、ハブもでかいし、そうなんですよね、ハブすっごくいいですよね。そうきちんと作ってもらって問題なくついてます。要はここの中の飛び出てるところがすっごく大きいんで、そうだから裏側がバコーンってえぐれてんだよね。ここしっかりえぐれるデザインのホイールじゃないといけないという、うんうん、そう、はい、
そしてここのデザインも重要で、はい、だからこうスポークのホイールとかだともうそもそも6欠がデザイン的に無理ですよっていうのもありますけど、そうそうそう、この鉄チンデザインなんで、はい、まあ、ここの花びらを1個増やして、はい、5個の花びらから6個の花びらにするだけで、はいはい、まあ、大きくイメージを変えないで6欠にも対応する。そうです、で当然あの車重が2トン600ぐらい、はい、ゲレンデと同じぐらいありますから、あります、その重量にも耐えうる、はいはい、ものになっていると。で今回、はい、センターキャップはシールメイド あの久しぶりに見ました、はい、オリジナルセンターキャップ、はい、ナシとあのベンツークラシックが多すぎてそうです、ね、久しぶりに見ましたけど、はいはい、これがそうトヨタの純正マークっていうのは、まあ、ちょっと雰囲気的にねあのそっちよりもシールメイドのキャップの方がいいかなと思って、こんな感じになってると、はいはい、で車高は一切いじってないですよね。車高いじってないです、はいはい、こんな感じの足元になって、本当でもこの車インナーがきついんで、あなるほど、結構マジで気をつけないとガチ当たりします。でもタイヤチョイス今後すごく重要そうですね。いや本当にあの中途半端なサイズにすると貧弱そうに見えちゃったりとか、そう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 、これ多分タイヤ同じサイズにしても多分銘柄変えたらだいぶ見た目違うと思うんですよ ね、うん、もしかしたら当たる当たらないとかっても出てくるかもしれないし、ちょっとあの今後いろんなものが見れそうです、はい、そして車の紹介に戻ると、はい、20インチ履きましたっていう飯村さんさらっと紹介しましたけど、はい、あのこのこちらの車ですねあの最上級通常ラインナップの最上級グレード、はい、ZX、はい、これが標準で20インチでございます、はいはい、で GR に関しては、はい、このオフロード性能を高めるために、はい、あの18インチにまさかインチダウンされてる車です、はいはいはい、戻してやったそれを戻すというはい、やってやったよねトヨタに喧嘩売ってやったよね、はい、だからここに関してはあの分かります正直、はい、いろんな意見あると思います、はい、ただやっぱりその完全にそのオフロード行くわけじゃないし、うん、もうすごくオフロード寄りだったものを少しだけそのオンロードとビジュアルに戻してあげて、はい、まあ、インチ選択してあげるのはすごくいいんじゃないかな。そう、ね、あとはその18インチで作るっていうことも考えたのなんですが、まあ、スティールメイド 2P なんでちょっとインナーリムが厚いので18インチ入んなかったらやばいよねっていう部分もあって、まあ20インチ、はい、だサイズ感で別に大きすぎもしないし、全くだこんだけねあの外径このサイズが入るんだったら、これが例えばもっと外径ちっちゃいのしか入らないんですよってなっちゃうとちょっと貧弱な感じが出ちゃうけど、まあ、このサイズが入るんだったらね20インチで十分いいかなと思います。で今回はそのサイズアップしてるんで扁平曲がってますけど、はい、あの ZX とGR でインチが単純に外径変わらずダウンしてるんで乗り味結構違うみたいですね、うん、あ GR と ZX 街乗りなんかだとちょっと ZX の方が良かったり風に感じたりとか、逆に GR のこの自由自在に動く足の方で逆にそっちがいいっていう意見もいろんな僕読んだんですけどあったんで、この辺はちょっと好みもあるかな、はい、であとは全体的なものでいくともうでかいでかい、ちょっとあのディフェンダー新型ディフェンダー彷彿とさせるぐらいのサイズ、ね、長さそうね同じぐらいの感じかもしれないね。だちょっとあのどんな駐車環境でもっていうわけじゃないですけど、うん、あの国産でこのサイズでこの信頼性でこの走行性能でっていうのはやっぱりすごく売れるのがそうね分かりました、ね、そしてもうメッキパーツ前はついてたのに横ついてないですね。そう塗られてるんだよね。ドアノブもミラーもこれ GR で黒くなってますけど、うん、はい、でステップも黒くなってるし、はい、あちょっと仕事をなくすのやめてもらっていいですか本当だよね、はい、あとはちょっとあのこれちょっとあのオーナーさんにあの僕ごときが言うの大変恐縮なんですけどドアモールはちょっとあの、はい、せっかくちょっとあのビジュアル的には決してかっこいいとは言えないじゃないですか。そうね、これだからプロテクション の、 あのエッジガードにしたいです、はい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 、透明フィルム目立たないよ、ね、目立たないやつがあるんで、うん、まあ、その防御力で言ったら断然こっちだと思うんですよ。そうね、はい、ただワイルドにこうバチンってやる方っていらっしゃらないですよ、ね、だからプロテクション の、 そのエッジガードだけでも結構いけんじゃないか、うん、とそうすると、まあ、せっかくバイザーもなくてすごくスッキリしてる。そうすごいスッキリしてる。でルーフレールなんか黒だったり、はい、あと上もいろいろこう想像力が広がるなと思ったんですよ。はいはい、なんか乗せてもいいしラックとかね、うん、それこそ先日ご紹介したゲレンデのあのごつい、うん、あんなのもなんか今後出てきそうじゃないですか、うん、いや絶対出てくるよね。前ライトもついてみたいな、うん、カウルもついてみたいな、うん、めちゃくちゃかっこいいだろうな。いやかっこいいと思う。であとはちょっとその間で話しましたけど、なんと、はい、もう調べてあるというクリアガラスがこれね変えたいよねこれ。これちょっとここね最初この車を見た時にあのなんかそのアラブっぽいよね、うんうん、僕もそう思ったんですよ、うん、確かにちょっと中東の砂漠とかでぶっ飛ばしてそうと思って、うん、
だいや多分アラブ行ったらねここも真っ黒なの。ああ古巣もでも逆になんかそのなんかスケスケとかそうそうそう古巣もとかちょっと極端なのめっちゃかっこいいなと思って。古巣もはそのダメです、ね、ダメですけど、はい、ゲレンデでこう箱環境上するのにそう結構クリアガラスあるじゃないですか、はい、で調べたらどうもありそうだというありそう、はい、純正でねちょっと純正 の, あの品番まではたどり着いてないですけど、うんはい、これはちょっと調べる価値ありかな。あの飯村コネクションとリサーチ能力があれば多分いけると思うんで、はいまあ、そんな要望もお待ちしておりますということで、はいはい、そしてリアも、はい、これ4本通しいですよ、ね、オフセット変えてます。あサイズは同じサイズ 10J295 前後ともにただオフセットは変えてます。通しだとやっぱ引っ込んじゃうんですかリアが。フロントがマルチリンク WH1 でリアがホーシングなんで、はい、基本的には車高が下がるとこっちはちょっと引っ込むこっちは変わらないっていう状態なんで同じサイズだとちょっとこっち引っ込んじゃう。なるほど。フロントがね。なんで絶妙な、はいはい、マルヒ数ミリ、はいはい、変えてます。マルヒオフセットで入れてあると、はい、あとは車すっごいんじゃないこれ。あのホイールアーティキュレーションっていうこうなんていうんですかよく四駆のこう岩場を登ってる写真とか動画とかあるじゃないですか。こっちはこっちにロールして後ろタイヤをこっちにロールしてなんかもうここがくっついちゃってるよ、ね、タイヤとね、うんうん、で前は逆方向にこうビヨンってなってる、うんうん、あれができるようになんかそのスタビが電子制御になってるらしいですね、うん、でそんなのってあのジープのあの何でしたっけルビコンぐらいしか聞いたことないなと思って。あルビコンもなってるそうルビコン切れるんですよあれ。へそうスタビをカットして要は足がバラバラに動くようにしてこうグニャグニャってできるんですけどすこれもなんかできるらしいです。だない車なんかスタビ取っちゃったりとかっていうのもあるらしいですけどでそれがなんかランクル80その性能がすごいって言われてた、うん、ランクル80を超えてるらしいですよ。あそれぐらいやばいオフロード性能が備わってるってことで、ねはい、そこにこれをぶち込んでると、はい、こんな感じになっております、はい、そして後ろもちょっと、はいまあ、軽くですけど、はい、GR 入っててあの前のエンブレム白いのに後ろ黒なんですよね。そうね、まあねまあ、黒ベースに白と白ベースに黒とっていうかもしれないですけど、うん、あの僕らからするとちょっと違和感を。これ黒ボディでも黒なのかな。どうなんですかね、分かんないです、ね、黒ボディで黒だとなんかブラックアウトみたいな。そうですね、詳しい方はコメントいただけると確かに、はい、この辺もだから揃えたりとかしても、はいはいはい、いいのかなっていう、うん、あとリアバンパーもなんかそのアブロージャングル、はい、ちっちゃいものに撮るみたいでなんかそのちっちゃいのになってるらしいです、はいはい、全体的にすごくかっこいいですね。でもかっこいい、はいうん、本当にシルエットがね今後がすごく楽しみでしかないです、うんうん、じゃあせっかくなのでちょっと中も、はいはい、今回のこの車なんとほぼ新車、はい、走行2桁キロメートル10、そうね、10キロ台です、はい、これがなんか話を聞いたらオーナー様の元に車が納車されて、はい、オーナー様が乗る前に、はい、飯村店長が引き上げたという。いや乗る前にっていうか、はいまあ乗ってないんですってあの新運転とかもせずに全く納車されて車庫にしまってそのままでしたって言ってました。じゃあもう純正の乗り心地とか、はいはい、知りません。知らないしもしかしたら純正のビジュアルももしかしたら忘れてる状態で、まあ、まあそうね、そうね、かっこよくなって帰ってくる、うん、で内装の方は GR ということで、はい、専用のステアリングとシートもちょっとおしゃれな感じで、はい、GR のマークが入って、ね、入ってます、ね、刺繍が入ってます。でもうあのやっぱりオフロード性能に特化した車なんで、うん、もう水平気象のダッシュボードとかあとはマルチテレインモニターっていってその四駆の車の状況がもう全部見れるように。はさっき飯村さんも言ってたじゃないですかその360度がすごく。あそうカメラがすごい。あれってその安全性もそうなんですけど要はオフロード行った時に見えないじゃないですか、うん、あそのためのあれもあるらしいですよ。なるほどね。だからディフェンダーもそうなんだ。左前大丈夫かなみたいのがカメラで見ちゃう。カメラで見て全部いけるっていう。はい、あとクロールコントロールなんかおなじみですよね。これもあの興味のある方はあの砂漠のあのサラッサラの砂から出てくる動画とかいっぱいあるんでその辺も見ていただけるとなんかこの車の性能も楽しみつつカスタマイズもいろいろ想像できるっていうのがあると思います。クロールコントロール、クロールコントロールもぞもぞしながらこのサラサラの砂から出てくるんですよ。へーやってみたい、はい、こんな感じになっております。じゃあ最後になりますけれども、はい、あのやっぱりまだまだ納車が進んでないということなんで、うんはい、なかなかこうやろうと思ってもそう結局ねなんかじゃあ次 ZX 来ました何ができますかって言われてもどうしようみたいな、うん、ただパーツ結構時間かかるじゃないですか。パーツ時間かかる、はい、だからもし待ってる方いらっしゃったら今の段階でいろいろご相談いただくと、うんまあ、例えばそのホイールとかそうねホイールのマッチングはもうひとまず OK なんで、うん、ただ ZX と GR で車幅が違うんだよね。違います。ZX の方がちょっと
車幅がちっちゃい、本当にちょっとだけですけど、オーバーフェンダーの部分がちょっと違う、はい、ちょっとその辺のマッチングもあったりとか、うん、はい、あるみたいなんで、まあ多分納車待ちっていう方が多いと思うんですけど、そうね、まあホイールは早めに頼んだ方がいいと思う、もう乗ってるぜっていう方は、はい、もうどんどんかっこよくしていきましょう。そうですね、はい、というわけで飯村店長に何でもご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。